大田区長の松原忠義です。8月も半ばを過ぎましたが、まだまだ厳しい暑さが続いております。これから本格的な台風の季節を迎えることになります。最近では気候変動等の影響により雨の降り方が局地化、集中化、激甚化しており、風水害対策が喫緊の課題となっております。大田区におきましても、令和元年の台風15号、19号が区内各所に大きな爪痕を残し、区民生活に多大な影響を与えました。こうした風水害から大切な命を守るためには、皆様お一人お一人が地域の災害リスクを知り、日頃からいざという時の備えをしっかりと整えていただくことが重要です。このことから、令和3年度の風水害を対象とした総合防災訓練は、区民の皆様全員がご自宅等で参加していただける方式で実施することといたしました。つきましては、7月31日に発行した区報防災特集号やホームページに掲載する動画などで風水害についての理解を深めていただきたいと思います。また9月12日には防災行政無線や大田区防災アプリなどを使用して情報伝達訓練を実施します。超大型台風の接近により、多摩川氾濫の危険が迫った状況を想定して、サイレンや緊急速報メールなど、区からさまざまな手段で情報を発信します。ぜひ家族や地域、職場などで風水害の備えについて、改めて考える機会としてください。事前に考えておくことで、いざという時に落ち着いて行動することができます。自分の住む地域にはどのような危険があるのか、危険が差し迫った時に何をきっかけにしてどこに避難するかなど、この機会にしっかりと考え、災害への備えを確かなものにしていただきたいと思います。区といたしましても、風水害をはじめとするさまざまな災害に備え、区民の生命、身体、財産を守るため、引き続き全庁を挙げて取り組んでまいります。最後に、この訓練が区民の皆様にとって実り大きいものになりますことを期待いたしまして、私からの挨拶とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。